ただいまー。帰り。あらららららら。ただいま。かわいい名前だ。おかえり。お出迎え？うん、おご。はるちゃん、そんな嬉しいの？そう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 。はい、かった。おかえり。ただいま。来てくれたの？うん。なんで一人で行ったの？だってかちゃん寝てんだもん。気持ちよさそうだった。だって一緒に行きたかったじゃん。うん、一緒に行きたかったけど、なんかお子さんのかわいそうだったから、さっき言っちゃった。寂しかった？一緒に行きたかった。はるくんと一緒に寝てたじゃん。うん。めっちゃかわいそうだったしよな。ごめんね。けど、かわいい子やって待ってんの。ちょ、一回シュシュしてもらっていい？貯金。はるくん、またね。いや、暑かった。ちょっと。すごいすごい。ちょ、まんべんなく頭にもね。上がっちゃダメ。ダメ、ちょっと取り締まりするから。あ、ごめんなさい。なんで一人で言ったの？言ったじゃん、かつてスピースピーしてたじゃん。うん、お昼寝してたでしょ。うん、ちょっと起きたら止めになかったから。あれ、今日センス働かなかったの？ん、センス違う、一回働いたよ。働いたの？うん、働いたけどね、コンビニが書いてあったら。めちゃくちゃ悪いじゃん。今日コンビニだと思って、そっから1時間も経っても帰ってこなかったから、うん、あ、これは大変事だって思って。ごめん、うん、おそら、おそらが大変だった。ちょっと今日早めに行かないと、かっちゃん欲しいもの売ってないかなと思ったから。買ってきたよ、軟骨。うん、許してくれる？うん、ほんと？いや、でも今日そうね、そうだな。何？間違いない。かちゃん寝てるじゃん。うん。お子さんかわいそうじゃん。うん。で、はるきちも一回起きたんだよ。でも、はるきち連れてったらかっちゃん一人ぼっちじゃん。ちょっと大変だな。でしょ？うん、だから、はるくんにはかっちゃんのボディーガードお願いしたの。全然ボディーガードしてなかった。はるんはいっぱい寝てた。だってさ、ちっちはさ、今日一緒にさ、買い物行くって約束してさ、今日早めに起きてさ、うん、朝起きたじゃん。うん、そしたら昼間って眠いじゃん。眠い。お昼って太陽出てる時間もやっぱ寝なきゃいけないじゃん。かっちゃんまず逆だよ、逆。太陽出てる時は起きてないといけない。太陽出てる時には眠くなるよ。うん、夜寝るんだよ、それは。早くしたら眠くなっちゃったじゃん。今日何時の来たんだっけ？5時。さっき4時です。かわいい。迎えはちょっと笑顔出て決めてるから。ハルキチ悪い子だったからね。ハルキチはもうね、あのヒロチ来た瞬間にダダ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 って走ってて。でもそれってことは、ハルくんのが嬉しいってことじゃん。喜んでたってことじゃん。そうだね。そうだよね。でもさ、私もさ、一応位置情報確認したの。怖いわ。iPhone を探すってやつでチッチ見れたの。だってさ、お互い携帯なよくなくすから。まあね、あと万が一があるからね。そう、万が一前一回連れ去られそうになって二人す誤解を生むからやめろ。お互い連れ去られたと思って散歩中探しまわった。あ、あった。お互いがお互いを連れ去る散歩中、お互い見失っちゃって。ね、ちっちゅう、お前どこ行ってたんだよって言ったら、殴られそうになった。めちゃめちゃ怒ったよね。私は歩ってただけだもん。私は歩ってたのに、ちっちがそうなったって。お互い見失うってアホすぎる、ね。でもね、かすみのことそろそろ嫌になったのかなって思った。まあ確かにそれもあるかもしれん。思ったから、勝手は、あのね、ちっち、嬉しいこと言うよ、今から。何？今から3、2、1って数えた後に嬉しいこと言うよ。いいよ。お寿司屋さんを予約した。マジ？晩ご飯買ってきたよ、食材買ってきちゃったよ。あー、でも予約してくれたの？食べたかったな。うん、なんで喜んでくるの？私的に嬉しい。あー、嬉しい。ほんと？ブー、やったー。へいした今。やっぱしてない。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 あのね。うん。かちゃん、出てる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 よ。だって、下顎、下顎出てる、下顎、下顎。おっぱいじゃない、おっぱいじゃない。結構出てる、かちゃん。結構。教えて。カメラ回ってるんでしょ、それ。そう、回ってる、みんな見てるんでしょ。うん、ちょっとズームしてあげるね。今ズームしてるからね。何が出てるの？ちょっと、みんな気づいてると思うよ。でも、かちゃん以外みんな気づいてる。うそうそうそう。ちょっと、手とかして、手とかして。手とかして、普通にして。うん。
あー出てる出てる、すごい出てるな。どこが、お尻。お尻。お尻。マスクもしてるよ半分。上品よ、もうスターじゃん。自分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 。あの思ったんだけどさ、うん、もう私決めたの。何？もうさ、チッチはさ、かっちゃんが可愛いって言っちゃダメ。じゃあ、チッチ以外可愛いって言っちゃダメね。それ以外の人はいいと思うって言って。ああ、いいよ。滝沢カレンさんはどう思う？綺麗だと思う。だから、それじゃあね、なんなの頭悪いのお前。あのさ、可愛いとか綺麗って一緒やから、いいと思う。あ、ごめん。あのさ、可愛いとか綺麗な人いるじゃん。うん。ね、うん、いいと思う名前。うん、ごめん。失礼した。滝沢カレンさんどう思う？いいと思う。かちゃんは？いいと思う。なんで頭悪いのかって言ってさっきから。差をつけてほしいさ、彼女としては。ああ、そういうことね。あ、橋本環奈ちゃんは？いいと思う。うん。かちゃんは？めっちゃ可愛いと思う。どう本当に？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 で、どう本当に？ごめんね、心配させて。くら寿司行くぜ。最近くらと浜にハマったの。あ、じゃあ行こう。浜寿司だけに。出てる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 。とりあえず上がっていいよ。でもいいや、ここ熱くて、もう早く上がれよ。うちだろ、気使わなくて。誰のせいだ。ねえねえねえ、そういえばさ、見てもらおう、みんなに。これビーゴで買ったの。めっちゃうちらに似てない。これふみかと遊んだ時にこれ買って、近くのビーゴめっちゃ似てるよね。これふみかがこれかすみとヒロピンよんって言って、めっちゃ、だからこれ私たちのオリジナル T シャツとして販売しようかな。お前やめろ。とりあえず手洗いて、うがいもしたいし。じゃあ行こう。はい、そっからお話しよう。うん、もうくら寿司なんか行きながら話しよう。で、手洗わなくていいよ。一回くら寿司まっすぐ行くから玄関から出てて、外出てて。行くて話して、外出てて。はい、どこにも触んなよ。はい、早く準備して、ガッチャ。はい、ルンルンだね。ちっちゃい吠えてた。もうただ許してって。華麗なる舞。おいしい。お腹すいたね今日ね。